どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日は新パックにて登場したライトロード、来ました。ライトロードですよ皆さん、来ましたよ。切り札もうほぼフルパワー、ほとんどフルパワー、白雪がいないぐらい。もうあの OCG 版のライトロードがねほとんど組めます。デッキエクシーズとか白雪がないぐらい、マッジで強い。ジャッジメントドラグーン、マッジで強いもう本当に楽しいねライトロードっていうのは。まあジャッジメントドラグーンがまあどういう効果を持っているか説明していきましょう。特殊召喚、するモンスターでございまして、ライトロードモンスターが墓地に4種類いればそれだけで出せます。コストありません。何回でも出せます、何体でも。めちゃくちゃ強いです。で丸1番、1000ライフポイントを払ってこのカード以外のフィールドの全てのカードを全部パします。全てです。ブラックローズです、自分以外を。強すぎで、丸2番、自分のエンドフェーズにデッキの上からカードを4枚墓地置くという効果ついてますね。まあね、ジャッジメントドラグーンをねサーチできれば一番強いんだよね。これサーチが難しいんだよね、非常に。リンクスはエクリプスワイバーンからの白雪っていうのはできないんで難しいんですけども、まあ今回はそのジャッジメントドラグーンを拾う方法とか引く方法として、この辺のカードが一応入ってるんだけれども、これ4種類墓地に貯めればいいんで、どうやってじゃあ貯めるかっていうと、まあ、これなんですよね、このカードたち。光の援軍、自分のデッキの上からカードを3枚持ち送ってデッキからレベル以下のライトロード1体を手札に加える。書いてることがそもそもおかしいですね、単純におかしいですよね。と、それからあれです、単位置制限がありません。名称単位置が何枚でも打てます。これも同じ、ライトロードを捨てるっていうコストはいるんだけど、捨てて2ドローして、デッキから2枚持ち送るという、これも、特にコスト、あ、間違えた、単位置制限はありません。持ってる数だけ打てます。おかしいよねやってることが本当に強い。この魔法カードどっちか引きたいんですよ。この魔法カードどっちか引いたらマジでこの世界が始まるっていうね、世界宇宙が始まるみたいな感じなんで、だからリスタートにしました。スキルはこれね、ぶっちゃけ何でもいいんだよなスキル、まあ、一応魔法が引けないときついのでリスタートにしましたけど、他にもいろいろ候補はあると思います。結構ねいろいろで、ギミック、もちろん裁きは強い。で裁き強いのは何かっていうと、このゼピロスとのコンボすごい強くて、墓地ゼピロス落ちるじゃないですか。そしたらまあジャッジメントでとりあえずザッとぶっ破したら3000になっちゃうんですよね、総攻撃力が。だからジャッジメントを戻してゼピロス出して、でまたジャッジメント出すと3000と1600でワンキルなんですよ。ゼピロスがめっちゃ強いです、リンクスは。でシンクロができるというギミックがめちゃくちゃ強くて、これルミナスっていうモンスターがね、墓地のライトロードも蘇生できるんですよ、手札からライトロード捨てると。で墓地にライトロードがいれば発動できるんで、一応これコストからの蘇生なんで、捨てたモンスターも蘇生できるんですよね。でルミナスで、例えばじゃあルミナス捨ててルミナス蘇生して、でルミナスでなんか適当なやつ捨ててアサシン蘇生してみたいなことやると、これアサシンとかあとフェリスとかがこれチューナーなんですよ、4チューナーなので、4と3 7シンクロ、7シンクロってすごい強いモンスターいっぱいいるでしょ。例えば筆頭ですよね、ブラックローズやばいですよ。ブラックローズした後にジャッジメントしますから何回破壊するんだみたいなね、まあ、だからジャッジメントを安全に着地させたいから1回ブラックローズでお掃除しますみたいな感じですね、基本的には。あと新しいカードライトロードアークミカエル、これも結構強くて7シンクロで、一旦に一度1000ライフを払ってカードを1枚何でも除外できるよっていう効果と、あと破壊されるとライトロードをデッキに戻して回復ライフ回復するっていう、要はデッキ切れ対策みたいな効果と、あとエンドフェーズにデッキから文字を送るっていう効果、これついてるんですよ。これ結構強いですね、これたまに使います。でこれ魔法使いなんですよ、ルミナスって。魔法使い、チューナープラス魔法使い、お出るんですよね、エバリーが。まあ、もちろんアーカライトでも出ます、一応出そうと思えば。結構強いっす、エバリーはやっぱ強い。その対象に取れない、例えば呼吸トスとか
ああいうの処せるしね、結構めんどくさいモンスター処せるんで強いっす。で、この辺の、まあ、強い7シンクロモンスターを適当にぶち込むっていうパターンですね、基本的には。で、防御札、防御札を、カイトロイドとかあのカスケルトンで賄っているっていう感じですね。あの汎用札はもう入れられません、墓地バンバン落とすから。だから墓地から発動するっていう効果が必要で、種類4種類以上にならないといけないから、まあ、ある程度ばらけさせて、4種類頑張って落とせるようにした方がいい。高校アンケルもできるテーマなんで、これなので、ばらけ、なるべくばらけさせて4種類落ちるようにした方がいいですね、墓地にね。はい、まあ、そんなところか説明することは。あ、で、あのジャッジメント引けなかった時がちょっと弱いんだけど、まあ、そういう時のために一応シンクロモンスターと戦うっていうギミックになってますね。はい、早速ライトロードファイナルジャッジメント決めていきましょう。お前らに裁きを与えてやる、デュエルスタンバイ。さあ審判のお時間だ。お、ババア、石津のババア、てめえまた石墓所封印か、脱法墓所か、貴様に裁きを与えてやる。墓所封印、まあちょっと辛いけど、ルミナスの効果つかないから、ブラックフェザーか、オッケー、打つか、墓所封印、打たない、オッケー、ドロー、エクスチェンジ、なるほど、光の援軍発動、光の援軍で、まずは、しっかりとルミナスを持ってくるか。で、ミネルヴァの他で、さばきオッケー、さばきオッケー。で、ソーラーエクスチェンジ発動、ソーラーエクスチェンジの効果、ライトロードモンスターを墓地に送り、ツードローして2枚墓地送る。なんで強すぎます。で、フェリスからの、なるほど、ライトロードサマナールミナスを召喚し、サマナールミナスの効果発動、手札を墓地に送って、で、墓地のライトロードを蘇生したいな。ルミナスいいか、ルミナスでルミナスだ、ルミナスルミナス、あーブラックローズ、ブラックバードクローズ、はい、ブラックバードクローズで無効にされて、ブラックフェザードラゴンが出てくる。オッケー、了解した。はい、オッケーです、審判のお時間です。いけ、ジャッジメントドラゴン、ファイナルジャッジメントドラグン2体目、そしてゼプロスの効果強すぎー。いや、神デッキだこれ、めちゃくちゃ強い。これリスタートだ、魔法が引けてなかったらリスタートっていいと思います。あの光の援軍とソラーエクスチェンジ、どっちが引けてなければ、どっちが来て、ナイスナイス、ソーラーエクスチェンジ発動、ライトロードをコストに2枚引いて2枚落とす。なんでこのカード強すぎなんだよな、このカード強すぎなんだよな、やばいよなこれ、このカード強すぎてやばい。そしてライトロードサモナールミナスを通常召喚、ライトロードサモナールミナスの効果発動、手札からを捨てて、手札を捨ててライトロードアサシンライデンさん、捨てたやつを特殊召喚、やってることおかしい。で、ライトロードアサシンライデンさんの効果、オッケー、これで、全部ですか、なるほど、シンクロ召喚は一応できるが、シンクロ召喚をする必要性はない説はある、シンクロ召喚する必要性はそんなにない説がある。ターン終了まであるな、一応リスト見るか、ジャッジメント落ちてる、あーなるほど、エンドじゃねこれ、エンドだ。で、フェリス出てくる、はい、で防御が落ちた、オッケー、ナイス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 、オッケー、来た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 、理想的展開、理想的展開。あとは、ターンしのいで、ここタスケルトンとかでターンしのいで、返しでなんとかしよう、あーなるほど、サイバードラゴンね、オッケー、バトルオッケー、殴ってってくるのはそっちで、こう助けるとんで守っていく、豚ちゃんで守っていく、これで返し、光の速度でブラロ、光の速度でブラロ光でブラロ
アサシンライデンさんとルミナスで住みたい炎が世界のすべてを包み込む漆黒の花よ開けシンクロ召喚現れよブラックローズドラゴン効果発動ブラックローズガイルカナディアオッケーカナディアオッケー全てを破壊せよドバーンで死者転生発動ほら帰ってこいジャッジメントドラゴンさあやつに審判も下せそしてゼフィロス効果でジャッジメント戻して400ダメージ受けながら特殊召喚しもう一回ジャッジメントいけファイナルジャッジメントバトルうおー強い強い強すぎだこのデッキライトロード楽しすぎるライトロードちょっと待ってこ楽しいんだよちょっとやばいってやばいわもう今もう4時なのに時間朝4時になんで俺こんな興奮してんだルミナスかルミナス持ってきてちょっと弱いけどまあいいかルミナス召喚でまあ一応ライデンいるからルミナスでルミナスでルミナスルミナスミネルバライデンルミナスミネルバライデンプレミアム加工ドヤ顔でライデン効果2枚送るああなるほどジャッジメントが落ちているでジャッジメントあ3枚落ちてるもうなるほど3枚落ちちゃってるでもこれ一旦ターンエンド説あるなターンエンド説だこれで全部落とそうはいはいでフェイリス出てこれないでライデンはいオッケーよしいいぞよしオッケーオッケーこれ次のターン光の速度でブラロ光の速度でブラロセットオッケーセットオッケーあオッケードロゼプロスオッケーでここは光の速度でブラロしていくレベル3ライトロードサモナールミナスにレベル4ライトロードアサシンライデンをチューニング冷たい炎が世界の全てを包み込む漆黒の花を開けシンクロ召喚現れよブラックローズドラゴンおら全部っぱだあはめくりぼうマジはめくりぼうマジハネクリもキッズでもジャッジメント解除しとくかハネクリもキッズなんもせずエンドこれはなんもせずエンドかハネクリもキッズターン終了かまあ いや次のターンジャッジメントしよう次のターンジャッジメントするわいけるいけるまだ大丈夫だまだデッキは1枚あるちょデッキあと1枚だけどえこれそれハネクリもやめてマジでハネクリもやめてちょハネクリもだけマジでやめてジャッジメントドラグーンを特殊召喚しジャッジメントドラグーンの効果発動ウォームアームおおなるほどオッケーいいだろうねゼプロス効果ジャッジメント戻して特殊召喚さらにジャッジメントドラグーンを特殊召喚さあ審判の時だまさきアンズよ覚悟はいいか食らえファイナルジャッジあーカイトえまだあるのうわー最悪だ最悪だ何回転バランス投げんだよ最悪だいやだドローしたくないドローしたくない